ドベルドデルラーゴは、イタリア共和国フリフリベネツィアジュリア州、コリツヤ県にある人口約1400人の基礎自治体。コリツヤ県東部のコムーネで、州都トリエステからは北西に約2 8トル県とコリツヤからは南西に約1 2トルモンファルコーネから北へ約4トルに位置する。コムーネの東は、スロベニア国境であり、 ミレンコスタニエビツァ市の中心地、スタニエビツァナクラスは東に約 8km の距離にある。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。括弧内のスローンはスロベニア領 TS はトリエステ県所属を示す。スロベニアとイタリアにまたがって広がるカルソ第一西部にあり、カルスト地形が広がっている。コムーネの東部には南北に峡谷が走っている。 単に、ドルと呼ばれる。この谷は、依存つ川流域のビパッツオダニゴリシカ地方と、アドリア海を最短距離で結んでおり、コリツヤとトリエステを結ぶ、主要道路が走っている。戦略上重要な地点として、古来争奪の舞台ともなった。ドルダニの西側のカルソ大地をドベルドカルストと区分することがあり、同様に東側に広がる大地を、トリエステコメンカルストとも言う。 コムーネの大部分はドベルドカルスト大地上にある。トリエステコメンカルスト上にはスロベニアとの国境が走っており、地形はスロベニア領に続いている。大地の南側にはポリエが広がっている。ドリーネには地下水面が上昇するとドベルド湖と呼ばれる湖が現れる。ドベルド湖周辺は自然保護区に指定されている。ドベルドデルラーゴの本村は コムーネの西北部に位置する。ドベルド・カルスト大地上の村である。マルコティには、本村の北東、約2トルに位置する。ドルダニの中には、パルキシェなどいくつかの集落がある。ジャミアノは、本村から約4トル離れたコムーネの東南部、ドルタニ南部に位置する集落で、モンファルコーネや、サンジョバンニといった海沿いの都市に近い。 現在のスロベニア人の祖先となったスラブ系の人々は7世紀頃にカルソ大地に暮らすようになったと考えられている。中世、カルソ大地はランゴバルド王国やフランク王国、アクイレア総大司教領などを経て15世紀には五立や白国の統治下に入った。村が最初に文書に登場するのは1179年のことで、そこにはドーブラドンと記されている。 これはおそらく、スロベニア語の地名ドーバードブの語気である。ドベルドは、ゴリツヤ白国の他の地域とともに1500年に、ハプスブルク家の所領となり、以後400年間、ハプスブルク君主国領となった。オーストリア・ハンガリー軍兵士の墓地第一次、世界大戦において、イゾンツオカワ一帯は、未回収のイタリアの回収を目指すイタリア王国と、 オーストリア・ハンガリー帝国の激しい戦いの舞台となった。ドベルドの村はこの中で完全に破壊され、村の住民の1、5以上が命を落とした。特に、第六次依存層の戦いの一部であるドベルドの戦いの舞台として知られている。第一次世界大戦後、一帯はイタリア王国に割上された。ドベルドはトリエステ県に編入され、ファシスト政権下で、 イタリア化政策を受けた第二次世界大戦中の1942年末、この地域では共産党員が主導するスロベニア人民解放戦線が反ファシズムの抵抗活動を行うようになり、多くの住民がユーゴスラビアのパルチザンの一員として戦い、倒れることになった。1四十五年五月一日、村はユーゴスラビア人民軍によって解放されたが、 その後、遊ゴ軍は撤退し、代わって、イギリス・アメリカ連合軍が進駐した。1947年、イタリアの統治下に復帰し、五立や県に属することとなった。以下の分離集落がある。村の人口の多くは、民族的なスロベニア人である。村には、国営の幼稚園や初等学校、高等学校があり、スロベニア語による教育を行っている。 1950年代から80年代にかけて村はイタリア共産党の評伝の一つとして知られた。イタリア共産党はスロベニア系マイノリティの左派政党、スロベーヌ連合の支援を受けていた。1990年代以降も選挙の際には左翼系政党の支持が高い。人口推移、居住地区別人口国立統計研究所は居住地区別の人口として、 以下を掲げている。統計は2001年時点。ISTAT は人口統計上、家屋密度の高いチェントロ・アビタと密度の低いニュークレをアビタとまとまった居住地区を形成していないケーススパースの区分を用いている。上の表で地名がすべて大文字で示されているものがチェントロ・アビタとである。印が付されているのはコムーネの役場。 ヤクショラカーサ・コムーノリーの置かれている地区である、ドベルドの戦いを描いた絵画。R.A. ホーガーがスロベニア人の住民の多くは、オーストリア軍に参加して、イタリア軍と戦った。村の名を読み込んだ軍歌ドーバードブは、スロベニア人の間で広く歌われ、この村の名を有名なものにした。1940年、スロベニア人作家プリージーウブ・ボーランクは、 第一次大戦におけるスロベニア人兵士を描いた小説ドーバードブを表し、この作品は非常に有名になった。それと共にこの村の名は第一次大戦におけるスロベニア人の犠牲の象徴として知られるようになった。またこの村の名はハンガリー人の犠牲を象徴するものでもある。ハンガリー人の間でもドーバーュー」という名の文化が広く歌われた。 2009年には、ビジンティーニー、ビサンティーニーの集落に、ハンガリー人犠牲者を記憶する、礼拝堂が建立された。悲鳴には、イタリア語、マジャール語、スロベニア語の巫女語が用いられている。ありがとうございます。